皆さんこんにちは消費生活アドバイザー一次試験スピード合格講座全体構造法律分野の講義を始めますレック講師の浅田ですよろしくお願い致しますはい皆さんですね法律分野ということで今から出すですねこちらのテキスト をご用意ください公式テキストの丸にですねこちらのテキストを使いながらご説明の方をさせていただきますよろしいでしょうかねでこの、えー、公式テキストにを見ながらね前回同様やや早口で説明していきます聞き逃したりするところはですね、えー、収録なのでね止めていただいて聞き直していただいたりねスローで聞いてください私の講義の場合どちらかというとですね早くスピードをするというよりは、えー、スローでね聞かれる方が多いですからでメモなんかを取って てくださいでメモを取っていただく手を動かしていくとですねこれ脳に刺激がが与えられてね、えー、結構知識が定着しますなかなかね聞いてるだけでは脳は働かないような感じなんでねこれはあの脳トレの先生が言っておりましたので皆さんは僕の話すことをですね手をあの手を動かしてメモしながら聞いていただければいいかなと思います。 何分授業がですね180分しかないのでテキストすべてお話しすることはできないのでねポイントを絞ってお話の方をさせていただくということになりますじゃあ、えー、カメラの方ですね切り替えさせていただきますじゃあテキストの方ご用意できましたかねはいじゃあ見ていきたいと思いますねじゃあまずテキストですね1 ページですね。こちらの方を開けてください。10ページ。はい。でまずですね、左側丸1契約とはと書いてありますね。契約一言で言えば約束ということです。1行目に書いてありますね。約束。はい。契約といえば一言で言えば約束だというふうに思っといてください。よろしいでしょうかね。はい。次10ページのですね。はい。下の方左側下の方がですね、丸2というふうに書いてあります。よろしいでしょうかね。はい。契約の成立と書いて ありますねよろしいでしょうかねで、これのですね丸 ② の2行目これ大事です丸 ② の2行目いいですかはい、申し込みと承諾の意思表示の合致で契約は成立します例えばですね一番有名なものは売買契約という形になるんですけれども 売買契約でで、ね、ですすねね売売売りりままままししししょょょょうううう買買買いい契約が成立します。もう少し言い方を変えればですね売ってくれませんか買ってくれませんかだけで契約が成立するということになりますのでねここの部分はしっかりと押さえておいてください。よろしいでしょうかね。はいで次のページですね見ていただきたいのは11ページですね。はい、左側丸4約約による契約の成立と 拘束、えー、力という形で書いてありますで、約間とは何かというのがですね A のところいいですか今11ページですよ約間とはって書いてあります、えー、電車やバスなどのというふうに書いてあるわけですねはい。それのですね産業名定型的な取引を定型的な内容条件で定めた契約条項の総体という形で まああ例えばですねあのちっちゃい字で旅行やなんかの時にですねちっちゃい字で書いてる「旅行約款」とか「ですね保険の約款」とかですねすごくちっちゃい字で書いてるやつですねこれが約款ということになりますでこれとはですねよく似たものではい11ページいいですか左側真ん中より下の方に「B」とあります。b ね あの私早口でしゃべりますのでねあのスローにしたりして聞いてくださいよ。はい、改正民法の定型でそのところにですね黒い丸がですね少し下にあります B のところからですね123行探していただいてで定型約款と約款とはですね少し違いまして約約の中に定型があると思ってくださいですから定型約款の定義というところですね最初の1行見てください。 不特定多数のものを相手にと書いてあります。いいですね。これは不特定多数のものと一人という形になります。いいですかね。不特定多数ですね。いいですかね。ですからこれですね、特定の当事者間っていうのはこれ定型約款にはならないです。NG ワードとしてですね、こちらの方がね不特定ではなくて特定の当事者間っていうのはこれ定型約款ではないですからね。 逆感と定型逆感ちょっと違うよっていうところは今のところですね少しだだけけえていいいたればと思います基本的にはですね過去問を解きながらですね知識の定着を図っていくんですけれどもまず過去問いきなり解くのつらいですよね。したがってまずは全体構造でイメージをつかんでいただければ過去問を解くのもね少しは楽に解けるということですのでまあ全体のところをまず押さえていただくということになります。はいいよろしいでしでょうかね 約款と定型約款ね少し違う約款というのが少し大きなね丸ですねその中に定型約款があるというようなイメージでいいかなというふうに思いますじゃあ次12ページですねサクサクいきますね12ページ左側丸三というのが真ん中にございますありますかね契約書面の作成交付というところですね <laughs> はいこれ1行目から2行目いきなり大事です契約が成立するためには合意で足り はい、契約書面の作成は必要ないいいですね先ほどのところと被ってくるんですけど売りましょう買いましょうで売買契約が成立しますので基本署名はいらないということですいいですかねはい、この丸 ③ のところですね上から4行目のところ書面を作成して、えー、いない場合は契約が不成立となるわけではなくって書いてありましてね基本的にはですね契約に関しては書面はいらないということです まあ書面作ったりするのは、後でね揉めないように書面を作る場合があります。けれども、契約の成立には関係ないということです。ただ、例外があります、法律例外があります。丸三ですね、少し下の方を見てください。丸三のところですね、丸三のところですよ。一、二、三、四、五、六、七、八、九。業務に例外としてって書いてあります。保証契約は、書面または電磁的記録。これは。 パソコンなんかを使った感じですよねはい、電子書面とかですねはい、いやなんかですねによらなければ効力が生じないということで保証契約だけはですねこれは保証人になる人がする契約ですので自分が借りてないお金をですねえ場合によっては返さなきゃいけないんで保証契約についてはこれは書面でやるということになりますよろしいでしょうかね民法ではそういう決まりになっておるというところを少し注意していただければというふうに思います はいよろしいでしょうかねじゃあ次ですね見ていただきたいのが13ページになりますはいいいですかもうどんどん行きますさんですねはい左側見てください契約の内容契約自由の原則というふうにありますいいですかねこちらの方もですね1行目から3行目大事なことが書いてあるんですけども簡単に言うと国家は契約に干渉しないということですですからまあ契約に関してはねお互いがいっちゃいいということです これが契約自由の原則ということになります。で、ここにですね、丸一、丸二、丸三というふうにあります。契約の締結の自由、内容の自由、方式の自由っていうのがあるんですけれども、この中でですね、ないものがあります。はい、いいですか？もしよければメモしてくださいよ。契約からの離脱の自由は原則ないです。なぜなら相手に迷惑をかけるからね。だから契約って一旦締結しちゃいますと。 これですね自分勝手になかなかやめるってことは離脱することはできないということですいいですかね原則できないという形になりますいいですかね契約からの離脱の自由はないです契約の自由といってもですねここに書いてある3つです締結内容方式の自由ということになります契約からの離脱の自由はないということになりますねはいよろしいでしょうかねどんどんいきますよはいじゃあ次ですね14ページよろしいでしょうか14ページですね えこちらの方ですねはい。丸1見てください左側いいですかテキスト14ページ左側ですね丸1未成年者取り消し権というのがありますでここですねいきなり最初未成年者取り消し権一応民法は満,満20歳20歳をもってということになっていますけどこれ今も18ですからね よろししいでしょうかねこれ18歳になっていますでこれ一応ですね違うところに書いてあるんですけど14ページいいですか皆さんテキスト見てますか14ページの右側、はい、下から産行いいですか14ページの最後の方です下から産行満18歳は高校3年生あごめんなさいえっ、ー、と C のとこですね14ページの C のとこ成年年齢を満 二十歳から満十八歳に引き下げる民法改正が二千十八年に成立、二千二十二年の四月一日から施行されるということで、もうこれ施行されてますので、従って十四ページですね、左側丸一ここ民法は今これですね十八歳です。これ二十歳って書いてありますが、もう十八に変えておいていただいた方がいいかと思います。はい、いいですかね。で十八歳になってます。 ってことはいいですかね。未成年者が、えー、法定代理人、これ法定代理人はまあ一般的に親だと思っていただければいいです。はい、親とかの同意なしに締結した契約は取り消すことができるということになります。いいですかね。ですから十七歳とか十六歳の人がですね、親のねオッケーなしにした契約はですね、同意というのはオッケーですね。事前にオッケーを出すことです。した契約はこれは取り消すことができるということになるわけですね。 はい。で、例外的なものとしてですね取り消せれないものがですねこれ4つ書いてありますこの辺もですね、えー、試験に出ておりますのでまた試験をですね、えー、問題を通して、えー、知識の定着を図っていきたいと思いますこの例外これ試験にも出ておりますこの例外4つありますんでねここはまた試験問題、えー、担当の解説のところでやっていきたいなというふうに思っておりますよろしいでしょうかね はい、で、えーと、すいません14ページのですね、えー、右側下から3行からですね15ページの、はい、いいですね左上、はいえー、1234行ぐらいのところですねこれですね何が書いてあるのかというと、えー、18歳がすで、えー、成人になるわけですよそうすると18歳19歳の子に対してですね、まあ、いわゆる悪徳商法とかですね、まあ、誘いがあったりとかいうような形ですね若者の はい、消費者被害が増加するということが非常に危惧されておりますそこで大学生や専門学校生ですね例えば、えー、今までであれば未成年であった18歳19歳の子が青年ということになりますのでそういう子たちを対象にした消費者教育というのが非常に大事だということがまあ書かれているわけです そうすするとですね、まあ、論文なんですけれども今回の試験のですね今年の試験の論文に関してはやはりですね若者に対する消費者被害の まあ対策とととかかですすねそういういいころが出るる可能性は多分にあるかと思います理由としては2022年ですね今年の4月1日から成年年齢が引き下げられたことによる消費者被害若者の消費者被害が増えるということが非常に危惧されておりますので、まあ、その辺のところをですね、えー、どうしたらいいのかというところなんかが論文に出る可能性があるんではないのかなという気もしておりますますすすた論文対策のとところでですねお話しするかと思います。 はいで次見ていただきたいのはですねどこになるのかというと15ページの方よろしいでしょうかねはい、えー、左側丸に成年後見制度というのがございますはいよろしいでしょうかでまずいいですね A と書いてます制度の趣旨というような感じですね高度の認知症など契約締結当時物事を判断し、えー、意思表示をする能力が全く 欠如している場合はこれ意思能力を有しないいいですかねここですね A のところの3行目意思能力を有しない人これ意思無能力者と言いますでこの人のした契約はですね無効です無効ですで先ほどはですね取り消しというのが出てきたと思うんですけど取り消しと無効ですね契約がなしになるという意味では一緒なんですけれどもこれね違いも少し出てきております 違う部分もありますそこに関してはですねまたですね担当のところの解説ですね、えー、問題を使ってやっていきたいというふうに思いますはいしたがってまあ今のところはですねまあ、無効と取り消しっていうのが違うんだなっていうふうに思ってくださいあともう一つですね解除というのもあります無効と取り消しと解除これ大きく大きな意味で言うと契約をなしにするという意味では全部一緒です契約をなしにするという意味ではねですけども 微妙に違うんでね。そこのところはまた担当の方でやらさせていただきます。よろしいでしょうかね。はいで次見ていただきたいのはですね。どちらになるのかというとですね。はい、えー、と。向こうの後ですね。ただしっていうところですね。いいですか？ えー、A ②A ののですね15 1,2,3,4ページ丸の上かから 1, 2, 3, 行目かなただし認知症の高齢者や知的障害者の場合ですね、えー、と個性が強いために年齢など確実的な判断基準が設けられていないと,、えー、と未成年者の場合はですね、えー、と18歳未満とかね年齢で確実的だということですけど高齢者の場合はねあの人によってですねそれぞれで、ねえー、と。 認知のレベルが違うとかね、いうのがありますので、画一的にできないということになります。じゃあ、そこでどうなっているのかというと、そこでというのがあります。いいですかね、家庭裁判所の申し立て、家,家庭裁判所に申し立てて、そして、ここですね、はい。そこでの後ですよ。はい。成年後見、補佐、補助、開始の審判。審判というのは、これはですね、簡単に言いますと。 お墨付きと思っていただければいいです家庭裁判所の判断においてというふうに思っていただければ結構かと思いますそしてはい、取り消しができるということになりますいいですかねここも取り消しということになりますで、この3種類の方こちらについてですね少し見ていきたいと思います15ページですねよろしいでしょうかね3種類の方はい、えーと、右側ですねはい、ここに公開 貢献補佐補助とありますねこれが3パターンの方になりますで大変ですねこういう席で申し上げるのは、えー、おこがましいんですけれども皆様にですね少しでも知識を覚えていただきたいということで、えー、少しお話の方をさせていただきますよろしいでしょうかねそうするとですねまず貢献というのがですねこちらの方が母系大ということになりますいいですかねちょっと言い方ですね大変申し訳ないんですけど母系大ということになりますんでねよろしいでしょうかね ボケ台ということになりますえっ、ー、とこちらの方ですねちょっとプレゼンこちらの方り見せますけれどもボケ台ということになりますねよろしいでしょうかねこの上の部分ですねこの部分で載ってると思うんですけれどもボケ台ということになりますんでねはいであとは、はいいいですかね補佐これがボケ中ですねでその後が出てくるのがちょっと見えますかね はい、でボケ症とかねちょっと大変言い方がですね申し訳ないんですけれどもそんな形でですね少しイメージをしていただくとよろしいかなと思いますいいですかね「ボケの大中小」という形になりますでここについてもですねまたね問題を通して見ていただくんですけれども認知のレベルによってですね少しですね取り消しの範囲が違ってくるというところがございますのでこの辺もまたやっていきたいと思いますはいよろしいでしょうかじゃあ次行きたいと思います はい、で次がですね、えー、っと15ページ15ページですね下の部分ですね「意思表示の歌詞による取り消し」というところですねこちらの方を見ていきたいと思いますでまずですね「丸1」というのがございます、はい、左側ですねこれは「錯誤」ということですね「錯誤」ということですでこれ勘違いですね はい勘違いでした契約、錯誤、いいですか、15ページ、左側、丸1、はい、これの3行目、取り消しができるということになります。いいですかね、錯誤は取り消しだということですね。はいで、次のページ行きましょう、16ページですね、はい16ページ、はい、えー、左側ですね、詐欺ありますね、これ、騙されることをですね、これ、詐欺と言います、騙されることを詐欺と言います、いいですかね。で次で次すねはい えー、丸 ③ というのがあります右側ですねこれが脅迫これ脅かされることですねでこれらも取り消しということですはい錯誤詐欺脅迫これ全部取り消しと思っていただければ結構かなというふうに思いますはいまたこの辺もですね担当の方でやらさせていただきますので今は基本的には錯誤詐欺脅迫いいですね勘違い騙されること脅されることは取り消すことができると思っていただければ結構です はい、で次がですね、十六ページいいですか。はい、六契約の解除というのがあります。でこれ先ほど私も申し上げたように無効や取り消しではなくてですね、解除というものがあります。で解除についてはですね、はい、丸一左側いいですか。丸一債務不履行解除というのがあります。債務不履行解除というのが書いてあります。これは債務不履行って何かというとですね、約束を破ることが債務不履行です。 契約をしてその後に約束を守らないことですまあ、多いのはですね売買契約の場合売り主であれば物を引き渡さないそんなことがあるのかとかねまあ、悪徳商法だとありそうですよねあと多いのはですね買い主側が代金を払ってくれないとかねこれは債務不履行債務というのは債務というのは自分のやらなきゃいけないことを不履行やらないってことですから約束を破ることこれが解除ということになりますいいですかね この辺のところもね少し今の段階で押さえていただければというふうに思います。あとちょっとですね見ていただきたいのは解除ですねいろいろな解除の方法があるんですけれども、はい、16ページいいですか、はい、右側 A のところですねはい催告解除というのがあります。催告というのはこれはですね 相手方にお伺いを立ててから解除がするということになります相手方のお伺いを立ててするのがこれが債国解除ということですいいですかで B のところ16ページ B ですね、えー、右側の下の方ですね無債国解除とあります無債国解除というのがありますでこちらの方はですねチャンスを与えることなく解除をするのが無債国解除ということになりますいいですかね すぐに解除ができるだから解除する場合にですね相手方にチャンスを与えてないと解除ができない場合と直ちに解除ができる場合とこの2パターンあるというようよな形ですねあとですね少し見ていただきたいのは17ページですね、はい、左側いいですか下の方 D というのがあります。 17ページ左側 D ですねはい追えない方は一回ね止めていただきながらそこの場面を、えー、目を通してくださいいいですか17ページ左側 D ですね下の方です契約不適合にによる解除とということになります簡単に言うとですね1行目から2行目に書いてあります売買契約により引き渡された目的物にが内容に適合しないつまりクオリティが劣っている品質が劣っている場合です これが契約不適合による解除。例えばですね中古住宅を買ったんですけども、はい、床下がねシロアリが食っててですねとても住めたわけ住めるものではないというような形でクオリティが非常に劣ってた場合における契約不適合ですね契約の内容が、まあ、合ってないということですから契約不適合というようなそういうような解除もあったりしますあと他にもですね解除があるのが17ページの2ですかね 右側になります真ん中ぐらいですねはい、継続的契約の中途解除,解除となりますこれはですね長く契約が続いている場合ですね例えば賃貸借契約賃というのはこれ家賃の賃ですからお金を払ってですね借りる場合ですまあ、例えば家を借りるとかですねあと場合によってはレンタカーを借りるとかあと観光地でレンタサイクルを借りるとかですねそういうような場合ですねあと受け負い契約 はい、例えば大工さんに注文住宅をお願いするとかですね。はい、あと委任契約ですね。弁護士さんに、はい、え何かですね。代わりに、代理人になっていただくとかですね。そういうような場合ですね。うん、と、契約自体が長く継続しますよね。そうした場合に途中でやめる中途解除というものになります。まあ、中途解除と書いてありますが、中途解約という言い方もよくします。で、こちらにはですね。少しだけですね。特徴的なものがあって。はい。十七ページ丸二。 いいですか1行目からちょっと見ていきますよ民法は継続的契約についてまあ、今のような3つの場合ですねこれが基本ですねはい履行されていない将来に向かって解除することが認められるという書いてあります将来ですね将来に向かって解除ということになりますいいですか遡って解除はできないというところですねここにちょっと特徴がございますのでよろしいでしょうかね中途解約ということになりますはいよろしいでしょうか はいじゃあ次ね見ていただきたいのがありますはい次がですね18ページですねはいのところを見てくださいはいでこのところですね18ページですね丸3ですね特別法による解除と入ります特別法というのはですね民法だけではですねなかなかですね民法は平等なんですよ売り主も買い主もそれだとですね、まあ、買い主がですね損したりする可能性がありますから特別な法律でこれは 解除がができる場合がありますこれがですねよくあるのが、はい、2行目のとこ見てください特別法でですねこちらクーリングオフによるですすね契約の解除とかが出てきますこれはですね非常にかあの特徴的なのは何かというと一方的に消費者の方からですね一方的に契約が解除ができるというですねかなり協力的な、えー、規定ということになります。あと他にもですね出てくるのがですね 4, 丸4ですねこれ見ていただきますと。 約定解除ですね。これは何かの一つが何かというとですね、手付による解除なんていうのがあったりします。よろしいでしょうかね。あと丸五番ですね。はい、いいですか。十八ページですね。右が丸五番ですね。合意解除というのがあります。はい、いいですかね。合意解除というのはこれ話し合いで解除するっていうのが合意解除ということになります。話し合いの解除が合意解除ということになります。よろしいでしょうかね。 はいで契約なんですけど売買契約っていうのを私先ほど言ったのとですね売りましょう買いましょうとかねであと中途のところですね中途解約のところですね解除のところで賃貸借とかね請負い契約というようなお話をさせていただいたと思うんですけども括弧7のところを見てください18ページですね、はい、主な典型契約ということで、まあ、典型契約っていうことですから、まあ、主要な契約というようなイメージでいいかと思うんですけども。 はい丸二なんかどうですか十八ページ左側丸二消費貸借契約これはですねお金の貸し借り契約というふうに一般的に言われていますだから使っちゃうのがもう前提ということですまあお金借りた場合っていうのはその借りたお金を使ってその後ですね違うお札でお返ししますよね。 あの借りたお金のお札の番号のやつを返すってことはないですよね。借りたお金は使っちゃうのを前提ですよね。まあ消費対策契約で、まあ有名なのはお金の貸し借り契約、金銭消費対策契約なんていう言い方もします。で、えっ、ー、と十八ページ七のですね。丸三賃貸借は先ほど説明しました、ね。請負い契約ですね。で、丸五番で委任順委任というのがありますね。順というのはこれはですね、あの例えば委任契約に似たものと言います。 だってあのオリンピックやなんかでで優優勝準優勝準準のでしょだからあの優勝と準優勝は全然違うんですよね準がつくとね。ですからこの,と委任契約のあう「準委任契約」は委任契約に似たものですこれはですね医療行為になりますねお医者さんが手術をしたりする行為ですねこういうのが準委任なんて言われております。で18ページ、えー、最後ですね、えー、下の方に和解契約っあります。和解契約ははこれはですね キーワードがあって五条と言われています。五条って字がわからないよって皆さんおっしゃるかもしれませんけども1行目見てください。お互いに譲歩してって書いてあります。お互いに譲歩してっていうことは簡単に言いますと五条ということですね。お互いのお,お互いのお互いという字と情報の上でね。五条という形になります。よろしいでしょうかね。 はいであと19ページの方ですねこちらの方もですね民法の改正ですねこちらの方2020年ですからまあ、今から2年前ね改正されたところですでこちらの方もですね当然ですね改正点が担当、えー、の方でね出ておりますでまあこちらについても問題を通してですね見ていきたいというふうに思っておりますよろしいでしょうかねはい以上がですね民法のところを中心にお話の方をさせていただいたということになりますねえー、今やったことですね よ大体13ページあごめんなさい10ページのところですね10ページから始まりまして今の19ページのところが大体民法というところになります。